九慈駅は岩手県九慈市中央三丁目にある東日本旅客鉄道、三陸鉄道の駅である。JR 東日本の八戸線と三陸鉄道のリアス線が乗り入れている。両線とも当駅が終着駅である。そのため、当駅を発車する列車は上り列車しか存在しない。なお、両車は、 独立した駅舎を持っているが、両線を直通する列車は JR の駅に発着する。島式ホーム一面二線を有する地上駅。駅舎とホームは、構内踏切で連絡している。JR 着発線からは、三陸鉄道へ直通できる。直営駅。管理駅でもあり、八戸線の岩手県側にあたる、角の浜駅陸中な追駅間の各駅を管理している。駅舎には、 緑の窓口、タッチパネル式自動券売機1台、待合室がある。なお、待合室内には、売店併設の立ち食いそば店が、長年営業していたが、現在は閉店している。ホーム中央に、三陸鉄道ホームへの連絡階段があるが、JR と三陸鉄道の乗り継ぎ時間が短い時に、限り利用できる。2013年には、三陸海岸の復興支援を目的として、 駅舎のリニューアルが行われた。くじの特産である琥珀をイメージした、高褐色と黒色の外観になった。多目的トイレや車椅子用のスロープが新設された。待合室は、コンコースと分離されている冷暖房が完備され、特産品の展示スペースを設けた。乗務員宿泊所が設置され、夜間大泊が3本設定されている。乗り場、編集短式ホーム一面一線を有する地上駅。 九時広域観光協議会が受託する簡易委託駅。出冊業務のみ行い、生産は無人駅同様に車内で行う。駅舎には、出冊窓口、自動券売機、売店、生菓を弁当部のそば店、九時市観光案内所がある。九時市観光案内所でレンタサイクルを扱っている。利用は九時から十八時まで。料金は、デポジット制となっている。駅構内に、 北リアス線の運行管理を行う運行本部、九じ派出所があり、車庫の他輸送指令所などがある。近年の推移は、下記の通りである。駅舎近くには東西を結ぶ、地下道が置かれている。なお、駅舎は西側にある。2018年6月26日より、駅前バスロータリーを、共用会始バス乗り場路線割り当てバス乗り場1バス。 乗り場2バス乗り場3東日本旅客鉄道、八戸線陸中須駅、九慈駅三陸鉄道リアス線快速陸、中野田駅、九慈駅普通陸中宇部駅、九慈駅統計所、編集 JR 東日本、編集。ありがとうございます。